82番街からピザ屋の右側にあるすべての店は、駅の真上にある、レファーツブルーバードの橋の上にある。旧ーガーデン駅とは、クイーンズ区、旧ーガーデンにある、ロングアイランド鉄道本線の駅である。この駅は、オースティンストリートとレファーツブルーバードの交差点に位置する。旧ーガーデン駅のユニークな特徴の一つは119丁目の橋である。本線は4線である。 どのプラットフォームとも接していない中央の2線は急行列車が使用する。エライ・ダブリファハーの再配置計画の18年前の旧メープル・グローブ駅当初旧ガーデン駅は1879年5月にメープルグローブとして開業しメープルグローブ墓地のために客の乗降がある時だけに停車していた。この駅は1882年に閉鎖され、1883年に 再開し、1909年に線路再配置計画の一環として移動した。1910年9月8日に600フィート南に移動した。旧駅はしばらくして完全に破壊され、既存の駅は1912年に旧ガーデンと解消された。旧ガーデン駅はロングアイランド鉄道の歴史で最悪な事故であり、ニューヨークの歴史で最悪な出来事でもある事故の 現場という不幸な一面も持っている。1950年11月22日、ロングアイランド鉄道の通勤列車間で衝突事故が発生し79人が死亡し、大勢が負傷した。これは1950年2月17日のロックビル、センターでの衝突事故の急はるかに悪名高い歴史は1964年のキティジェノビーズ事件で、現場はこの駅付近であり、 殺人事件が起きるまでジェノビーズが使用していた、この駅の駐車場であった。開業時のメイプルグローブ駅の西は、ホープデールとして知られる駅であった。それは1875年10月か11月に、ユニオンターンパイク沿いのどこかに建設された。しかし、提案された第二の線路の建設工事及び、メイプルグローブ駅と近接していたため、1884年4月28日に、 閉鎖され、一転し、指定に変換された。この駅は、高床の相対式ホームを2面有し、どちらも有効長は4両である。通常、当駅では、どの方向へ行くにも、列車の先頭4両が乗客を乗降させる。3番線と隣接する、北側のプラットホームは通常、西行き、またはマンハッタン行きの列車が使用する。4番線と隣接する、 南側のプラットフォームは、通常東行き列車、または市外に向かう列車が使用する。当駅を通過するほとんどのエライ l i w h e ーの列車は、停車しない。アベレージウィークデー、2 0 0 6 l i w h e ー、オリジンデスティネーションスタディー、ハット・ヴィンセント・セーフライド、スノーツ、ストーニー・ブルック・ユニバーシティ・ハット、ザ・1 9 5 0 l i w h e ー、クラッシュ・アット、キュー・ガーデンズ、リッチモンド・ヒル、 2013年12月16日閲覧。About the Long Island Railroad S-Worst Train c ク a s h Hat Long Island Railroad Lex Hat ットプロポーズドまた Capital Program 2010から2014ドラフトオーガスト2009ありがとうございます。